61号ではセーランに左主翼を取り付け、さらにエンジンを組み立てます。今回付属するパーツです。最初セーランの機体に左主翼を取り付けます。ヒンジパーツの L のパーツと03のパーツを切り離します。01のパーツの溝に03のパーツを入れ、その上にパーツ02を乗せてネジ2本で固定します。組み上がったヒッジパーツを機体左のくぼみにはめ込みます。次に左主翼の根元に05のヒンジパーツをはめ、ネジ2本で固定します。あまり強くねじ込みすぎないように注意してください。主翼を取り付ける前に機体側のヒンジパーツを裏からピンセットなどで押し出しておき、さらにピンを途中まで差し込んでおきます。そうしたら両方のヒンジを組み合わせ、ラジオペンチでピンを押し込みます。これで今回の主翼の取り付けの完成です。主翼を機体に押し込んできっちり固定されるか確認してください。次にエンジンを組み立てます。エンジンのシリンダー部分の左右のパーツを接着し、その上にパーツ11を取り付けます。これを2個組み立ててください。組み上がったシリンダー部分をブロックに2個取り付けます。取り付ける向きを間違えると後のパーツが付けられなくなってしまうので注意してください。最後に船体前部分の甲板の肩パルトにパーツ13を接着します。セーランに電力供給するためのコネクタ部分がぴったり合うように取り付ける向きに注意してください。これで61号の作業は終了です。